リーグ戦残り2戦です。目標のトップ5へ、ホーム最終戦で負けられない仙台と、3年連続の ACL 出場を確定したいアジアチャンピオン鹿島との第33節です。今シーズンの前回対戦では仙台が2対1で鹿島に勝利を収めています。後半から鹿島が3バックにしてミラーゲームになった試合でもありました。前節古巣広島相手に貴重な決勝ゴールを決めて、自ら節目の試合に花を添えるゴールとなりました。さあ、では仙台のスタメンとフォーメーションです。仙台は前節に続き 3-5-2 と予想してみました。ワイドのアーリークロスと、そして地上での縦パス、背後のパス、攻撃のバランス、このところ見えてきたような感じがするんですが、非常に本当にバランス、それとバリエーションも増えましたよね。そしてアンカーに入る東京オリンピック世代の椎橋のボールの周配、このあたりも今日は鍵になってくるんじゃないでしょうか。では鹿島のスタメンとフォーメーションです。今の鹿島は選手を入れ替えても柔軟に戦える印象です。さすがアジアチャンピオンという戦いの幅の広さもあるような感じがするんですが、はい、もうターンオーバーでリーグ戦2勝してますからね。はい、サイドを使うのが伝統的にうまいチーム、さらには守備もいい、あとは連戦の疲労感というところなんでしょうか。そうですね、どれだけ疲労感が取れているか、切り替えが効いているかでしょうね。キッカーは野津田です。高いボールになりました。ヘッド板倉、押し込めるか。ここはクロスバーの上、最後は足元に来たボール、ゴールに押し込めることができませんでした。ハチスカです。ゾーンで守ります仙台です。変化をつけます。ここで中に入れます。こぼれているボール、シュート来るか。庄司、シュートに行った。庄司が決めて先制。鹿島アントラーズが先制ゴールを決めています。 ACL 出場3位以内を確定させたい今日のゲームで先制点を挙げたのはこの鹿島です。ここはしのぎたいところ、鹿島としてはまたチャンスを迎えるという場面です。高いボール、ヘディング、合わせに行きましたが、ここはクロスバーの上を通過していきました。遠藤、西、ここの3人で崩すという、はい、そして後ろからボランチが出て、さあサイドを制した。崩して中を見る、ヘッドワン、フリーでの状況でしたが、鈴木、安西を入れてきます。遠藤に変えてということになりました。セルジーニョ、そのレオシルバが上がります。鈴木がスーッと寄せる中にセルジーニョが入っていく。変わった安西もいる、遠いサイド、安西だ、2点目。崩されて、そしてそこをついてきた鹿島アントラーズ、変わった安西が貴重な2点目を奪いました。西、長木、ここに阿部、裏に鈴木、セルジーニョ、シュート、3点目。相手のミスに乗じてしっかりとシュート、ゴールを決めてきました。3対0となりました、鹿島アントラーズ。動かして動かしてですよね。で、ここの阿部のアイディア、クリアが中途半端になったところ、ここにしっかりとボールに合わせました。セルジーニョ、今シーズンリーグ戦は3点目ということになりました。まあ、戦い方としてはもうここはね、全てに 100% というね、はい、ことなんでしょうからね。シュートくる、巻いてきた、枠には飛びませんでした中野です。
得意な形ではあったんですがカットインしてのシュート、いいシュートですよね、はい、イメージ通りですけどね。アジアチャンピオンの強さを見せるかのような3点。こぼれたボールに関口、左で入れる、すらしてシュートは奥野、ここもしっかりと合わせることができませんでした。つながっているレアンドロ、切り返した、ここで試合終了の笛です。鹿島アントラーズ快勝、3対0で仙台を下しました。